やっぱり得点力が全然違いますね。一番最初に気をつけることは、しっかりと回り込む、スライドじゃなくて回り込むことを意識してやってください。これぐらい回ってますね。自分の打球の息がちょうどこの角度に来るぐらいで回り込んで、股関節に溜めて前に体重移動をするっていう。もう一つ付け足すとするなら、シュートドライブ、まあ回り込んでの、まあ、シュート回転で打つドライブも、まあ、試合ではよく僕も使う技かなと思います。ちなみにそれどういう時に使うことが多いですか、そのシュートドライブ。もう決めに行く時ですね。絶対でついてくるって分かった時はあのボール打ちますね。やっぱり得点力が全然違いますね。